皆さんこんにちは、ゆりです。今回はリクエストをいただいていた騎乗後の手入れ冬バージョンをご紹介します。早速始めていきましょう。まずは水で濡らしたタオルで全身を拭きます。私は顔から始めてお尻に向かって拭いていくのが好きです。耳周りや頬の頭絡が当たるところは冬でも汗ばむので念入りに拭いてあげます。マロンちゃんは顔を拭かれるのがすごく好きなんですけども、嫌がる馬も多いと思うので、その場合は脚立に乗って横から拭いてあげるといいかもしれません。次は体を拭いていきます。軽い運動なら首はそこまで汗をかきませんが、たてがみの下だけかいていることもあるので必ずチェックします。クラと腹帯が当たっていたところは円を描くようにしてゴシゴシ拭いてあげましょう。お腹の真下と前足の間も忘れずに拭きます。結構汗かいてるけど洗うのは寒そうという時はタオルをあまり絞らずに拭くと汗が拭き取りやすいです。そして忘れやすいのが後ろ足の間です。尻尾を持ち上げてしっかり拭いてあげましょう。またここも馬によっては嫌がるので真後ろに立たないようにして注意しながら拭きます。片側が終わったら反対に回って同じように拭いていきましょう。全身拭き終わったら今度はブラシをかけます。このような毛の短い仕上げ用のブラシがおすすめです。タオルで拭いたところの上から毛並みを整えるようにブラシをかけます。この時に馬体が濡れているとブラシについた汚れを馬体に塗り広げてしまうので、半乾きになるぐらいまでタオルドライしてあげましょう。顔も優しくブラッシングします。この撮影をした日はとても寒かったので足の手入れに移る前に馬着を着せました。馬着の着せ方については後日別の動画でご紹介します。足はこのような固めのブラシと鉄皮を使います。馬が足を前に出しても当たらないように横にしゃがんでブラシをかけます。地面が乾燥していれば砂も土もブラシで簡単に落ちますが、ぬかるんだ上を走った時は水洗いが必要です。足と一緒に爪の表面の泥も払い落とします。裏掘りをします。鉄皮で泥をかき出したら裏についたブラシで汚れを払います。こちらもぬかるんだ上を走った場合は水洗いが必要です。後ろ足もブラシをかけてから裏掘りをします。そして反対も同じようにできたら手入れ終了です。ここで一つ皆さんに告知があります。シャムロック乗馬クラブがテレビ静岡のてっぺんという番組で紹介されます。放送は12月20日水曜日夕方4時45分からです。インストラクターのヤスはインタビューで一体何を語るのでしょうか。テレビ静岡見られるよという方はぜひご覧ください。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がためになったと思ったらぜひいいねをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。